国鉄時代に製造され、主に非電化路線で活躍したキハ40系は、老朽化などの理由により、近年その数を減らしています。JR 東日本や JR 東海でキハ40系の普通列車運用が終了したのと対照的に、JR 西日本ではキハ40系が依然として多く活躍している路線があります。そこでこの動画では、JR 西日本の中でキハ40系が現役で活躍する路線3線を紹介します。それでは行ってみましょう。まず最初に紹介するのは芸備線です。芸備線は岡山県の備中神代駅から広島県の広島駅に至る路線です。路線の中でもキハ40系に多く乗れるのは三好から広島の区間です。この区間では大半の列車がキハ40系で運行されています。たびたび赤字が話題になる芸備線ですが、広島から下深川の区間は住宅街を走り、ラッシュ時には単線の線路を何本ものキハ40系が行き交います。特に広島駅を6時57分に出発する列車はキハ40系の6両編成で運転され、ラッシュ輸送の主力として活躍しています。朝の芸備線は40のラッシュ時の活躍を見ることができる今となっては貴重な路線です。広島から下深川間は運行本数も多いので、気軽にキハ40系に乗りたい方は芸備線がおすすめです。2つ目に紹介するのは津山線です。津山線は岡山県の岡山駅から津山駅を結んでいます。キハ40系による運用が主力となっており、40に乗る機会に多く恵まれた路線です。津山線には首都圏色と呼ばれる朱色塗装の車両の他に、赤色とクリーム色の懐かしいツートンカラーの国鉄急行色や、キハ40系を改造し2022年から走り出した観光列車佐久美桜にも乗ることができます。車窓には岡山ののどかな風景が広がります。津山線の終点津山駅を訪れた際には、徒歩約10分のところに津山学びの鉄道館があり、そこには線形機関車庫の中にキハ52、キハ181などの機動車や DD51、DF50 などのディーゼル機関車が展示されており、こちらも面白いのでおすすめです。3つ目に紹介するのは山陰本線です。山陰本線は京都府の京都駅から日本海側の鳥取や松江などの都市を経由し、山口県の波多部駅までを結ぶ全長673キロの日本で一番長い在来線です。長い区間を走る山陰本線は鳥取や山口エリアなどでキハ40系が活躍しています。本線と名の付くかつて繁栄していた幹線を国鉄型の機動車でのんびりと移動するのは乗り鉄旅にもってこいです。ちなみに普通列車のみだと山陰本線を1日で乗り通すことはできません。そんな山陰本線は海の近くを走る区間がいくつかあり、車窓が美しいので18切符のシーズン中などゆっくり乗り通してみてはいかがでしょうか。今回紹介した路線の他にも氷見線や吉備線など JR 西日本でキハ40系に乗れる路線は他にもあります。皆さんおすすめのキハ40系に乗れる路線はありますか？ぜひコメントで教えてください。それでは良い鉄道旅をお過ごしください。最後までご視聴ありがとうございました。